どうも、小焼きです。あ、まさかトイです。もうその笑ってんの。いやいや、よそ見してたタイミングでこうやられたんで笑ってる場合じゃないんですよ、今日は。今日はですね、いつも都市伝説をお送りしてたんですけども、はい、今日はもしかしたら事実かもしれません。どういうことですか。まあ実際に起こった事件がちょっと元になっちゃってるんですけど、ほう、タイトルにもありますように、小安田大好きコナン会です。おお、出たよコナン。コナンほど長く続いた推理物語であれば、その起こった事件たるや否やもう何百もあるわけですよね。そうですよね。そう、アニメオリジナルの話まで含めたら、うん、もう何人死んでるか分かんないぐらい米花町を中心に呪われた殺人劇が繰り広げられているんですけど、じゃあそんだけたくさん事件が日々行われるコナンの世界の中、はい、そのコナンのトリックを模倣をして実際に起こってしまった事件が存在します。え、だからコナンの事件をパクったってことですよね、実際の事件に。そうです。2000年放送、スーパーカーの罠っていう話なんですよ。ざっくり説明しますと、お金持ちが他人の車をお金を貸す担保として預かり騙し取り、それを恨まれ殺されるっていうのが事件なんですね。殺人に使われたトリックは、エンジンのついた車の中で眠らせて、窓ガラスをちょっとだけ開けといて、うん、その状態で車にシートをかぶせて一酸化炭素中毒死させるという。おー、なかなかトリッキーな犯行ですね。お手軽にできちゃうというか、うん、身近っぽい感じなんです。すぐできそう。そう、でも今東亜くんが初めてこう知ったように、はい、世の中の大体の人はそんなこと知らないわけね。知らないですね。でもそれを見たから、この殺人が起こってしまったのではないかと。だからそれも実際に、だからその車でこうかぶせてあったってことですよね。そう、それがですね、日本ではなくて、はい、韓国なんですよ。あ、お隣。そう、そもそもこの都市伝説の発端は、はい、当時アニメのプロデューサーをしていた吉岡正人さんのツイッターで、コナンのトリックを使ったと発言したことによるものなんだよね。え、アニメのプロデューサーですか。そうそうそう、吉岡さんってすごい人物で、はい、もうコナンのアニメの初期からもう担当されてるプロデューサーさんなんですよね。わあ、じゃあそのコナン売れっ子の立役者じゃないですか。そう、だから中国の方でも吉岡さん大人気なんで、はい、吉岡さんが亡くなった時にはすごいやっぱ日本と中国でも追悼の意をね示すようなコメントがたくさん溢れたんですよ。もう亡くなられてるんですね。そう、そんなね、コナンを本当に愛しながら作ってたプロデューサーの吉岡さんなんだけど、こういうちょっとね、はい、まあこぼれ話として聞いてね、逸話がありまして、うん、コナンがスタートした頃、会議室がなかなか取れずに喫茶店でシナリオの会議とかをしてたんだって。これじゃあ完全犯罪にならない、撲殺にしますか、密室殺人になるこんな手が、まあそういう会話をね打ち合わせでまあ当然すると。そしたらお店の人が通報して吉岡さんは何度も交番に呼ばれたそういう愉快なエピソードもございますじゃあおもろいですよ、それ喫茶店でね、うん、する話じゃないでしょ。毒殺にしますかってやばそんなコナンのスタッフからも、青山剛昌先生からも、ファンからも愛されてた吉岡さんなんですけど、2016年にお亡くなりになってるんですよ。なので今ではその確認のしようがないんですけども、うんうんうん、ツイッターで確かにコナンのトリックを使ったというふうに発言されて、まあ、それも今削除されてるらしくて。あ、ツイッターがですか。そう、わからない、これ闇に葬られてしまってるんですよ。実際に韓国でそういう事件が行ったかどうかもちょっと今不明らしいです。ただそのコナンがね、韓国でももちろん放送されてたわけですけども、はい、この事件を受けてコナンは放送中止になったりとか。韓国で？そう、そういうことにもなったらしいです。コナンの、はい、アニメの制作スタッフはね、一応こういうことを気にしてるらしいんですよ。一応コナンで出てきたトリックっていうのは模倣されないように、はい、実際はちょっと不可能なものを割と多く入れてると。あ、そういう配慮も実はあるそうなんですけども、初期からもう原作に忠実にまあされていて、はい、青山先生ともたくさん打ち合わせされていた吉岡さんのことですから、うん、もう真相は本当謎のまま。あ、じゃあもう本当闇に葬られてしまったというか。そう、まさに墓場まで持っていってしまった事件なんじゃないでしょうか。おお、なるほどなるほどなるほど。はい、本日の鳥肌スコアは89点です。墓場、本日の鳥肌ポイントは、やっぱり一番怖いのはツイッター。本日の動画が良かったと思ったら、ぜひ高評価を押してください。はい、今日調子悪かったな、トヤ君っていう人も高評価してください。はい、ちょっと今日のね、鳥肌スコアはね、難しい。特になかった数字に関連するものが。博多の塩、不謹慎じゃないはい、次回なんですけども、はい、なんと、初めてコヤッキースタジオにゲストが来てくれます。はい、誰それもね、めちゃくちゃ豪華なゲスト。誰、はい、言えないです。だから楽しみだっていう人はチャンネル登録して備えておいてくださいね。
次回も必ず見てくださいね。どうしよう、ゲスト殺害されとったら。 See you